はい、どうも D 先のオープンワールドでーす。はい、今日はね、オッケー。はい、赤マムシとスッポンの栄養ドリンクを持ってきましたー。これあれじゃないですか、はい、昔志村けんさんと、はい、健太岡さんが赤マムシって言ってたんですけど、てめごー言うてたやつです、ね、気になって興奮してくるっていうでね、あの志村けんさんもやってたもん、はい、うん、本当なのかっていうのをちょっとやってみたくて興奮されても困るわ、お前に。おたこ二人やしな、ほんまに D 先でやってもっていう話なんですけど、はい、それをまず検証していきたいと思います。今回の商品こちらです。マムシのエナジードリンクです。マムシやー、言ってみたらレッドブルに似てるようなやつの、まあ赤マムシがまあ原料を使って商品化されたやつですね。アルユシーで勝ち抜くために必要なマムシエッジ、アルギニン、ジンジャー、ビタミン B5 を配合した最強パワードリンクって感じになってます。赤いもんね。赤いからな。でもこれ一番かっこいいね、パッケージ的にはな。パッケージね。次はこちら、スッポンドリンク。スッポンとか飲んだことないし。俺もない。亀？亀のあれよな。亀のあのやつです。僕スッポン料理食べたことがあんねんけど、美味しくない。で、食べたらなんかそのなんか元気になるみたいな、あったけど、俺そん時あんま感じなかったかな。この3本は飲んだら元気になるの？元気ね。お前こんなうるさいのにこれ以上元気なの？ブタミンって感じになりますよね。もうすでに飲んだんじゃないかっていう感じになってます。テンションやな、はい、お前はもう。はい、でこちら人参赤マムシ。うわ、俺人参飲んだら無理やね。なんか聞いた感じではこれが一番なんか古いみたいな感じらしい。人参があかんねん俺そもそも。あー、でも俺もダメよ。カレーライスに人参入ってるのは結構ダメなタイプ。でもよくあるじゃん、なんか栄養ドリンクにもなんとか人参配合みたいな。あー、その感覚やから、もしかしたら飲みやすいかもしれないし、癖が強い。癖強かったら飲みやすくないやんか。それダメか。ダメだ。でもそんなん言ったらスッポンエキスもあれやから。まあまあそうやな。じゃあ一回ちょっと、じゃあ早速どれからいきましょう。じゃあまあまあまあ、じゃあこの一回、じゃあこの人参まずい、まずいやつから、まずそうなやつ、まずいやつからいきましょうか。まずいやつ、うん、じゃあ行きましょう。どうせおっくんが襲ってきたらどうしよう。じゃあチェーズ。匂いは普通だね、なんか普通の。あ、でもリポビタン D で、リポビタン D みたいな。今飲んだけど、あ、でも人参の味はせえへん。あ、リポビタン D って感じですよ。リポビタン D。 リポビタン D。 いや、そうやな、ユンケルとかそういう感じのやつやな。なんかあんま癖こんかったよな。ね、だからこれ効果が出るのが3時間後とかになったらどうすんの。これ収録終わってるやん。収録終わってから元気出しちゃうやつ。意味ねえよ。どうする。じゃあ次ちょっとこっち行こう。これね、エナジーね。これ楽しみやな、これ。今日寝れなくなっちゃうよ。うわー、だーい。うおー、くっせ強っ。これマジか、急に難易度上がったぞ。これやっぱマムシなんだ。マムシ、これヘビの匂いなんや。これ飲んだらヘビ食べたいような思うやん。ヘビデビューしちゃう。ヘビデビューしよう。スネーク先生、スネーク、乾杯。なんか唐辛子入ってるみたい。なんか痛い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 。あ、これすごいわ。これこれ効きそう。これは効くわ。これ一気いけないね。これいけない。痛いから炭酸みたいの。でも炭酸は入ってないの、これ。あー、一気の。お前すごいな。おもっ。お、痛い痛い、喉が痛い。これすごいな。これこそ効きそうな感じがするですわ。痛い痛い、これ。いや、これすごい。これ元気になっちゃうやつだね、マジで。これは効くね。これ目覚めるもん。待って、これさ、これ3つ一緒に飲んでさ、体的に大丈夫？ちょっと待って、俺今目すごくなってるから。じゃあ最後行こう。行こう。だ、これすっぽんか。お匂いを拝借します。おー、でもこれね、ちょっと赤マムシの人参似てます、この匂い。これよりもちょっと軽め、匂いは。ちょっと待って、なんか今なんかここいや、嘘つけ。ほんとほんとほんと。え、嘘だろ。いや、言ってないけど。ねえ、とか言う言うな。上品だけど、ちょっとなんか今やめてよ、気持ち悪いよ。まあ男しかいないんだから、やめろ、痛い。よし、これチェイス。これ多分ね、薄い味。これ一番嫌いかも。なんかなんかすっぽんがよぎった今、俺の脳内。本当？すっぽんが通っていった今。
干せた今。これは、おぉ、でも漢方薬みたいな感じだな、これは。でも、これが一番寝起きに効く。寝起き。チャンネル登録、よろしくお願いします。何が面白いね、この動画。